アパレシーダの聖母は、ブラジルで信仰されている聖人。サンパウロ州のアパレシーダに現れたとされる聖母、マリアである。アパレシーダとは、現れたという意味である。アパレシーダの聖母に捧げる10月12日は、ブラジルの国民祝日に制定されている。褐色の聖母との異名を持つ。1717 17年、3人の漁師がパライバ川で漁をしていたが、不漁であった。 その後、投げ入れた網から最初は、聖母像の胴体、次に頭部が引き上げられた。再度、網を投げ入れると、魚が大量となった。漁師の一人が聖母像を家に保管し、家族や近隣の人たちが聖母像の前で祈るようになった。そして、多くの奇跡が伝えられた。1734年、ロスコケロスの丘に聖堂が建設され、 多数の巡礼者が訪れるようになる。1834年に、現在は、古いバジリカと呼ばれる教会が建設された。1930年、ローマ教皇ピオ11世が、ブラジルの保護者と宣言する。1955年、新バジリカの建設が開始され、1980年には、ブラジルを訪問した教皇ヨハネ・パウロ2世により、 建設中のバシリカの剣道式が挙行される。1984年、アパレシーダの聖堂は、ブラジルの聖地として宣言された。ありがとうございます。